女性と喫煙は女性とタバコ喫煙の間の諸問題、医学的関係等。現代においてタバコ産業は巨額の資金で女性に対してマーケティング戦略、広告戦略を展開し、世界保健機関タバコフリーイニシアチブディレクターのダグラス・ベッチャー博士によると特に発展途上国の女性がターゲットになっている。詳細はアメリカ合衆国の女性と 喫煙を参照、鳥池夜長の繁華、美南美十二項九月、天命四年頃。美南美の様子。うつ伏せに文を読む遊女の手元に、長期セルが描かれている。日本における喫煙は、16世紀中頃から17世紀、初頭に伝来した。19世紀前半より以前では、遊女以外の喫煙女性は稀であった。江戸時代の遊覚、編集。 キセルキセルと文化も参照歴史家の網野義彦によると、タバコは、遊女、遊郭との関係が深く、そのことは、江戸時代の浮世絵や歌舞伎からも明らかである。売れっ子遊女の中には自身で独自に、歯タバコを調合して客に送る者がいて、客たちは自慢げにそのタバコを吸っていたという。吉原遊郭の遊女が、格子の外の客に、長キセルの吸い口を差し出す、客寄せ行為を、 吸い付け、タバコといい、江戸歌舞伎、女六ゆえん江戸桜では、男前の強格女六に、吉原の遊女たちが、次々とキセルを差し出す、キセルの雨の場面がある。遊女にとって、喫煙は欠かせない習慣であったが、武家の女性に喫煙は見られず、商家や農家の女性は喫煙することがあったようである。喫煙の宗教的見解朝鮮半島も、参照儒教文化のもと、 李氏朝鮮王朝時代の女性は、男性の前で喫煙しないというのが作法であった。韓国、編集韓国における喫煙は、儒教の監修上、喫煙女性は喫煙事実を隠そうとする。女性が、路上や公共の場のような公衆の面前にある場所で、堂々と喫煙することは少なく、喫煙所でさえあまり吸わない。トイレで隠れて喫煙することもある。 女性が外で喫煙してはいけないという法律があるわけではない。宗教による女性の喫煙禁止、編集、喫煙の宗教的見解イスラム教も参照2010年にハマース主導のイスラム主義者によるガザ政府は普及しているナーゲラの公共の場での喫煙禁止を女性に課した。内務省報道官の説明は女性が公共の場で座って足を組み喫煙をするのは 不穏当である。それは我々の人民の印象を傷つけるというものである。その禁止はすぐに施行され女性はガザのクレイジーウォーターパークの喫茶店のような流行りの場所での喫煙に戻っていった。完全懲悪委員会は女性たちを公共の場での喫煙により逮捕している。アメリカ合衆国の疾病管理予防センターによるとタバコ喫煙はアメリカ合衆国では 防止可能なしの主要な原因であり、健康に関する相当な経済的損失を社会に引き起こす。1995年から1999年の間、喫煙は毎年およそ44万人を早死にさせ、健康に関する経済的損害はおよそ1570億ドルである。喫煙は多くの健康への有害な影響に対して、 関係性がありまた危険の増加が知られている。例えば、タバコ喫煙は、すべての癌のおよそ3分の1を占め、肺癌の症例の90%に及ぶ。喫煙はまた慢性気管支援と、肺気腫のような肺疾患を引き起こし、それは、卒中、心筋梗塞、血管疾患、動脈瘤を含む、心臓疾患の危険を増加させる。軍医相関の2004年の報告によると、 ザヘルスコンセクエンシーズオブスモーキングと題されて、喫煙で起きる他のものに含まれるのは、白内障の危険増加、抗酸化物質特にビタミン C の水準低下、炎症の進行、死周病、精査による相違が狭くなりつつある。タバコの喫煙に関する女性の疾患一覧及び、タバコの受動喫煙に関する疾患一覧も、参照例えばアメリカが死臭国では、 喫煙率全般は減少しつつあるが、1998年の24.1%から2008年の20.6%へ、また、男性の率がより高い、性差による健康への重大な影響は、女性がより大きな被害を受けることを冷笑している。2008年に喫煙の普及は男性が女性より高かったが、しかしながらその性別による相違は狭くなっているようで、ある。 近年の喫煙率増加の以前に、女性は一般に男性と比較して、喫煙の影響を経験した。例えば、男性喫煙者と比較した場合、女性喫煙者の寿命の短縮はより大きなものとなる。平均して、成人男性は、喫煙により13.2年を失う一方、成人女性の喫煙者は14.5年の命を失う。この男性喫煙者の方で短縮された寿命は、 平均寿命全体での精査を反映している。しかしながら、特に喫煙者に関しては、男性は女性がするよりも大量に喫煙する傾向にある。それにもかかわらず、女性にはより有害であるということが依然として示され、続けている。若年女性の集団は、彼女らの生殖期間に喫煙が妊娠成績だけでなく、彼女らの生殖の健康を損ねる。 研究で明らかなことは、喫煙それこそが、女性の妊娠をより難しくし、喫煙はまた不妊に終わらせる可能性を有するということである。妊娠している時に喫煙する女性は、彼女らの早産と提出性体重児の出産の可能性を増加させる。胎児自身に関わる多くの重大な影響の一つは、乳幼児突然死傷行軍である。 研究が証明するところによると、妊娠中と産後に喫煙する母親の乳児は、非喫煙者の母親の乳児よりも3倍から4倍の可能性をもって乳幼児突然死傷候群で死亡する。前述のように、喫煙は肺がんの症例の主要な原因である。年間の肺がん死亡者数が女性で劇的に増加している。1987年に、 アメリカ合衆国の女性の間で肺がんが乳がんを上回りがん死亡の原因になった。喫煙は現在、特異的に女性の間で肺がん死の80%を占めている。乳がん検査と可能な治療のための基金を調達するキャンペーンの呼び声がますます高まるが、ますます女性は肺がんで死亡している。研究はまた、彼女らの相手の男性と同様の暴露にもかかわらず、 女性はより肺癌になりやすい傾向があるかどうか問い続ける。しかしながら決定的な回答をすることは難しく、したがってその論点は議論の余地を残している。呼吸器系の他の側面を考えるとき、慢性閉塞性肺疾患は喫煙する女性のもう一つの主要な問題である。量と持続期間とともに COPD にかかる危険が増加し、喫煙は COPD 死亡者数の90%を占める。女性の循環器系の健康に関わる喫煙の影響はより性の違いを示し始めている。心臓疾患は全米で主要な死因であり続け、その危険の要因の一つが喫煙である。女性に特有なのは動脈の閉塞を防止する彼女らのエストロゲンと彼女らのコーヒーリポタンパクが喫煙により低下する。 多くの女性は心臓の健康に関わる喫煙の影響が如実に後の生涯にはっきりわかる。現在の女性喫煙者の中で心臓疾患または肺がんで死亡する危険は乳がんで死亡する危険を40歳になってから上回る。女性がまた受胎調節をしている場合これらの2つが一致して増加し、さらに女性が卒中または 心筋梗塞になる危険は、なお一層増加するため、その習慣は特に重大になる。喫煙者が、傾向避妊薬を服用すると、虚血性心疾患発生率が高まり、心筋梗塞の死亡危険性が高まるという調査報告がある。タバコ炎の成分は、女性ホルモン生成に必要な酵素を抑制し、卵巣機能不全にする。喫煙期間が長いほど、 卵子や体がが減少する。喫煙本数が増えるほど、卵子の質が低下し、受精率が低下する。喫煙と卵巣癌の関係を指摘する研究がある。また喫煙は子宮頸癌の危険を高める。年配女性に注目する場合、研究の説明によると、閉経後の段階にある喫煙者は彼女らとの対象の非喫煙者と比較して、 より低い骨密度でより股関節骨折になる傾向にある。また喫煙者の閉経は、非喫煙者に比べて1年から2年早く、エストロゲン低下により、骨量が減少する。21世紀に入って、乳がんの発病と喫煙をする生活習慣との因果関係を解明する研究が進んでいる。2006年6月、 国立がん研究センターがん予防、検診研究センター予防研究部の研究班がまとめた報告では、研究班が検討した3件のコホート研究と8件の症例対象研究のうち、喫煙者の乳がんのリスクが高いものは1件のコホート研究と4件の症例対象研究であった。2006年8月、フロリダ大学の研究グループは、 喫煙が正常な乳房細胞の DNA、修復。この研究により、乳がんと喫煙の因果関係が初めて細胞レベルで解明された。研究では、チブサの上皮細胞を4000種類の化学物質を含有する人工的に収集したタバコ煙のタールに暴露した、結果、一部の細胞が悪性の細胞に変異した。これは研究の説明によると、 タバコ炎の化学物質が特定の遺伝子活性化に作用し、乳房細胞の DNA 修復の構素を阻害するということである。2008年10月、ハーバード大学医学部ベスイスライルディーコネス医療センターの研究チームは、ニコチンには乳がんの腫瘍を成長させる可能性があると発表した。しかしながらまた、この研究はさらに調査する必要があるという。2009年9月、 フレッド・ハッチンソン・がん研究センターのクリストファー・アイリー博士らは、乳がんを経験した女性が喫煙すると、乳がん再発の危険が高まるという研究を発表した。タバコ病妊婦の疾患及びタバコ病受動喫煙による妊婦の疾患も、参照妊娠中の喫煙は、妊娠能力低下、不妊、子宮外妊娠、早期発水、全治胎盤、胎盤異常。 妊娠期間短縮、自然流産、早産、難産、死産、周産期死亡、新生児死亡、未熟児、妊娠合併症などに影響し、そのリスクを高める。能動的な喫煙だけでなく、妊娠中の受動喫煙はまた妊婦と胎児に害をもたらす。換気扇では、タバコ煙炎をすべて廃棄することはできず、空気清浄機は一酸化炭素など、ガス症は除去しない。二千二年、 厚生労働省は空気清浄機の現状をガス状成分の除去については不十分として新しい分煙効果判定の基準をまとめた。日本では母子手帳に妊娠した場合は喫煙を直ちにやめるよう記載されている。妊婦が喫煙または受動喫煙をすることにより胎児と胎盤に影響を与える。タバコ煙のニコチンはへそのの血管を収縮させ、 胎児と胎板の血液量が減少する。タバコ炎の一酸化炭素は、ヘモグロビンと結合して、胎児と胎板を低酸素状態、栄養補給不足にする。その結果、全治胎板、常暗い胎板早期剥離、自然流産、早産、胎児死亡などの可能性が高まる。酸素と栄養が不足すると、全治胎板になるのは、胎板が血液を求めて広がり、 子宮口を塞ぐことによる。その未発達の胎盤は胎児を支えることができず、流産や早産になる。酸素と栄養が不足すれば胎児は十分に成長せず、出生体重が平均2 0 0ム軽く、低出生体重児 SFD 児として生まれる可能性が高まる。他に出産後の発育障害としては、喘息など呼吸器感染症などがある。 新生児突然死傷候群の危険性も高まる。父は血液からできている。授乳婦の喫煙、または受動喫煙により、授乳婦の母乳からニコチンが分泌される。プロラクチンの分泌は遅延、減少する。母乳の分泌量は減少し、授乳期間が短い。ニコチンは母乳に移行しやすく、母乳のニコチンは濃縮され、 体内の血清中のニコチン濃度に比べて3倍の濃度になる。授乳婦が1日に20本以上のタバコを吸うと、その授乳婦の母乳を飲んだ新生児に不眠、嘔吐、下痢、イライラ、落ち着かない、脈拍増加等のニコチン中毒症状が起きる。世界保健機関は1970年に初めてタバコと健康に関する世界保健総会決議を採択した。 1978年の決議では、喫煙が、心筋梗塞、妊娠異常、分娩以異常その他の原因であるという認識のもと、タバコの増税、広告制限、非喫煙者保護等の勧告がなされた。1980年には、妊婦、授乳期の母子に対する喫煙の悪影響を認識させること、広告の禁止と規制、青少年育成の勧告が決議された。 1990年、職場と公共の場の妊婦と子供への受動喫煙対策等のタバコ抑制策を行うことが決議された。ありがとうございます。